はいどうも皆さんこんばんは、ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですねこちらの南アルプス農園の天然水トマト、こちらの商品を使って袋もんがによるご飯を作っていこうかなと思います。それではやっていきましょう。これさ、サントリーさんの天然水にめっちゃ似てますよね。まあまあ最初ね若干サントリーさんの商品なのかなと思って、買ったんですけど、違いましたね。はい、ということで上げていきたいなと思うんですけども、これさ私が生産者ですみたいな顔してましたね。そう、これサムネ撮影してたんですけど、やっぱりトマトがこれだけみずみずしいとすごいいい絵になりますよね。このね天然水、トマトなんですけど、南アルプスの本当に、いいお水で育ったトマトらしくて、すごくね、栄養価もたっぷりなトマトらしいです。おすすめですね。これね食べてみたんですけど本当に甘くて美味しくて、すごい美味しかったですね。食べ始めたんですけどこれ何彼女は、なんだろうね、これ土星行きそうね、まあ可愛いからいいかな、でも、そうたまにねこうして尻尾で面白い髪型を表現してくれる時が、多々あるんですけど、今回は、これなんだろうね、土星だよね。可愛いなと思いますね。さあ、ああようやっとお披露目でしたね。このトマトさ本当に美味しそうに食べてくれて、もう自分でほら持ってますもんね、この顔よ。いや袋モモンガって本当に美味しいもの食べてるとき表情にね出るんですよ、出るの本当にね。袋モモンガを飼ってらっしゃるユーザーさん分かりますよね。そうだからこのトマトはね本当に気に入ったんじゃないかなと思います。前にね手作りご飯を作った時に確か1回このトマト使ったような気がするんですけど、こうやってあげることはなかなかないので、そうだから今回結構ねなんか気に入って食べてくれてよかったなと思いますね。さあここから、他のご飯も食べてほしくて、このトマトをちょっとねっつって少しずつ引いてったんですけど、この食べようですよ。もう全然手放してくれなかったので、まあこれはしょうがないなと思ってトマトをあげたままささみあげようかなと思って、そしたらささみもねささみも食いついてまして、もう好きなものに囲まれて幸せそうな顔してますよね。どっちも食べちゃう、ささみも食べちゃうし、トマトも手放さないしね。いやー幸せそうですね。この幸せそうな顔を見れるのが一番の幸せですね。はい、ということでね、本日の動画は、以上になります。ミミコが、幸せな食べ物をたくさん食べて嬉しそうにしているところですね。人参は食べてくれませんでしたね。まあね、夜ご飯いつもね朝になってると全部なくなってるんですけど、今の気分は人参違ったみたいですね。はい、ということで本日も最後まで本当に、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。いや満足そうだね、よかったね、ささみ美味しいもんね。はい、ではまた、ありがとうございました。